ないから別にそんな記念日感出すつもりもなかったけど、あらびっくり。こんばんは。今日も朝からレッスンでしたよ。もう毎日レッスンです、ほんとね。たくさんコンサートがあるので、ちょっと前髪がない方がすっきりしてるわ。ちょっと結ぼ。こんばんは。どうもどうも。生誕祭から一晩経ったけど、皆さんいかがお過ごしですか。みんなおのおのの地で離れ離れになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。お元気ですか。よし、どう、ちょんまげにした。おいし、いかがお過ごし。今日も元気に過ごせましたか。余韻ひたひた。おひたし、ねむねむにゃんこ、ねむねむにゃんこさん寝てました。いや今日土曜日か。そっか、土曜日だわ。ほんとじゃん。私は今日レッスンから帰ってきて、チェキ会のチェキのデコレーションしてました。明日チェキ会なので、今日の夜もチェキのデコレーションして、明日に向けて準備します。毎日帰ってきたらチェキ会のデコレーションをするっていうルーティンができてます。かわいいポスカをね、ポスカセット買ったからね、色味が去年よりカラフルです。明日押さないようにちゃんとね、毎年毎回押すから、私押さないようにと思って、ちょっと事前にデコレーションをしておりますので、お楽しみに。あら、ヤンコちゃんまだやってんの。でもヤンコは多いからね、チェキが。そもそも千穂さんとかヤンとかマイキューさんとかはもう完売レベルやから、もうあれは押すとかの問題じゃないもんね。もともとが多いんですよね。頑張れヤンコ、ヤンコちゃん。もうみんなさ、毎日クリスマス配信とかチェキ会とかもやりながらレッスンとか他のお仕事もあったりして、ほんと偉すぎだよみんなね。えヤンヤンに明日なんか甘いものでも買おうかしら。お使いじゃない、お疲れだからね。お疲れ様だから、公園からのね。でもファンの皆さんも見る媒体がまた増えて大変。ショールーム、普通のショールーム、ショールームのチェキ会、17ライブ、 DMM とか見るのがいっぱい増えとるから、皆さんも目を休めてくださいね。ちゃんと目薬とかで保湿したりしてください。ねえ、そう、さたちゃんが今22時から17ライブですね。17ライブは、私は木曜日の木曜日22時、皆さん予定空いてますか。木曜日22時かわいいクリスマス衣装を着て配信するので、会いましょう。ショールームもやりたいけどね、その衣装で衣装めっちゃ可愛いんです。あ、また見せようと思ったけどつかないんだった。衣装は今年の12月の生写真の衣装、水色の衣装が2着3着ぐらいと、待って、明日サイアンさ、あれじゃん、バスツアーだから会えないじゃん。え、会えると思ってた。会えないじゃん。じゃあ明後日ね。そう、私が着たのは赤いサンタだったんですけど、ちょっと明日は違うやつ着ようかなと思って、他のメンバーとかが着てた水色衣装のどれかを、種類があるんですよ、何個か水色も。だからそれのどれかを明日着ようかなと思ってます。でも分かんない、前の自分の前のメンバーの
衣装次第だと思う。前のメンバーが着てるともうバタバタこう交換になっちゃうから、そこにあるやつ、私は最終時間だからあるやつを着ようと思っております。お楽しみにです。木曜日の22時です。よろしくお願いします。なんか最初は自分が着たやつって話やったけど、なんかもう今日来た連絡によるとどれでもいいですよって感じらしいので、自分のでもいいし他のメンバーのやつでもいいですよって今日新しく連絡来たから、やったー、嬉しすぎー、黙って水色を着たいと思います。水色着たかったんだよね。この前生写真撮影の時に、わー可愛い、赤も可愛いんだけど水色可愛いなと思って、すいません、ちょっと楽しみすぎて足をプラ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 したらスマホスタンド蹴っちゃいました。すいません。昨日はバチバチメイクやったから、ちょっと今日は控えめのシンプルメイクでレッスン行きました。こんばんは。みんな夜ご飯食べたかな。私は今日3食麺類だったの。生誕終わったからってさ、ちょっと心に余裕ができたのかわかんないけど、珍しくまず朝ごはんが少し前にお弁当でそば飯があったんですよ。でそれのをちょっとご飯お腹いっぱいで食べれなかったから、おかずだけ食べてご飯をおにぎりにして冷凍庫に入れてたのね。それのそば飯を置かずにオートミール食べて、まずそば飯を置かずにオートミール食べて、あとヨーグルトとバナナも食べて、でそれでレッスン行きました。でレッスンの休憩時間にコンビニでちゃんぽん買って食べて、そうで帰ってきてからはソタロウさんの手料理でパスタをね、明太、しそ明太パスタを食べて3食麺類でした。3食麺類珍しいです。そうちょっとね、生誕前はむくむから手料理は食べれませんって話になってたので、絶対待ったので2ヶ月ぶりの手料理らしいです。2ヶ月ぶり、わーい。本当はハヤシライスがいいなと思ったんやけど、いや待ってよ、毎回ハヤシライスやなと思ってやめました。今日メイク違う、メイク全然、もうなんか眉毛描いてここの線描いただけ今日。ちなみにここの目の下がは何も今日メイクしてなくて、色素沈着です。アイシャドウをこう塗ってるように見えるんですけど、目の下とかなんか赤いじゃん、これは色素沈着とか、なんか日によって私目の下が赤くなるんですよ、こうやってです。ここのほらもうこっちもなんか色素沈着マンです。はい、天然由来です。これはそう、メイクじゃなくてなんか定期的に赤くなるんですよ。そうなのよ、そうなんです。何もしてない、ね、塗ってるように見えるよね、でも何もないの、ほら何もしてない、これもほらこれほぼクマみたいなもんです、ほら何もしてません。不思議だわ。でもない日もあるの、この引き沈着がよくわかんない。私も舞台期間もめっちゃ目が赤い日があったんですよ、この下が。でも次の日は全然赤くなくて不思議と思って、メイク落とす時にもしかしたらこう擦ったのか、なんか炎症なのかわかんないけど、
みんなも気をつけて目をこすらないように、ねむねむにゃんこしないようにしてください。ストロー珍しくパちゃんが料理食べたいって言ってきたって嬉しそうでした。え、何情報ですか？恥ずかしい、恥ずかしいです。何情報だろう。メール？でも私メール取ってる、ストロちゃんの。でも私さ、初、え、ちょっと今まで秘密にしてたこと言っていいですか？みんなに秘密を作らない主義の私が今までみんなに秘密にしてたことがあって、実はアイコジのメールを少し前から取ってたんですよ。それでね、アイコが卒業したからメールがさ来なくなったの。だから今ソタロウとマイキューさんと自分からしかメール来ないの。まあ3人って結構多いかもしれないけど、前まではオキさんも撮ってたじゃん。だからさ、そう、アイコの前はミチュさんだったんですよ。で、オキマイ、あ、ドラさんだ、ドラさんパセリでずっとやってたけど、オキさん卒業して、でしばらくもマイキューさん、ソタロウ、私で3人やったけど、いやちょっとアイコ撮ってみようかなとか思って、ちょっと前からアイコ撮り始めてて、で今誰かの撮ろうか悩んでるところっていうか、どうしようかなと思ってるところです。そう、自分のメールも登録してます。普通にあの自分で契約して、はい、自分でちゃんと STU のメールに登録して、うん、普通に料金も携帯会社から引き落としで払ってる。自分のメール、うん、だから毎朝おはようってパセリからメール来る。あ、あずみいいね、あずみもあり、ありですね。私あずみの言葉とか好きだからな。そう、確認用です、届いたかどうかとか、うん、5時の確認とかって撮ってる、ずっと初期から撮っております。最近はレッスンでしたしかさ遅れてない。稽古でしたが終わったと思ったらレッスンでしたの日々になった。まあでも活動がいっぱいあることはとてもいいこと。いや、そう、チコのねメールも気になるし、チゴさんのメールも気になるんですよ。でもまひなさんの SNS ってインスタも X もお酒だから、メールはどんな感じなんやろうと思って、メールはお酒絶対検閲止まるじゃないですか。だからちょっとまひなさんのメールも気になる。千代ちゃんのメールパセリ褒めてました。え、見たい、見たいです。何書いてた？千穂さん、千穂さんは PR 舞台の時も昨日の生誕も毎回パセリの話の時はグルメ担当の話をしてくださる。パセリはグルメ担当でっていつもグルメ担当トークをしてくださる。何書いてくれとったんだろう。見たーい、千穂さんのメール、今日のメールみたい。毎日褒めてください。毎日毎日。でもね、この前ケータリングコーナーに行ったんですね。お話し会の時かな、大阪か、大阪のお話し会の時にケータリングコーナー行ったんや。そしたら、あ、千穂さんいると思って、おー、やっぱ私と千穂さんって同じタイミングでケータリングコーナーに行くじゃんって思ってね、わーと思って近づいたら3期生の誰かと千穂さんが楽しそうに話してて、あーって撮られたと。私の千穂さんとのケータリング先輩後輩ポジション取られたと思って、寂しかったです、とっても。はい、千穂さん、パセリのことも忘れないでください。パセリとこれからもいろんなことしたいと千穂ちゃんが言ってました。嬉しい。千穂さんのあのあれ、グルメの番組あるじゃん、テレビ派の聖地巡礼したいなってずっと思ってるんですよ。ファンの方が、千穂さんファンの方が、あの千穂さんが行ったお店を表にしてまとめてくださってて、それ参考にして私も
千代さんの聖地巡礼しようかなってずっと思ってるんです。気になってる店がいっぱいあります。毎日パセリ褒めるから僕の目取りませんか。え、いくらですか。いくらかかりますか。お高いですか。リコチン食べられた指は大丈夫。うん、大丈夫。今日も指元気。なんならリコちゃんが食べてくれたおかげで今日も指が生き生きとしています。イエイ。そうや、忘れてたわ、食べられたこと。てか爪そろそろ行かなきゃ、伸びてきちゃった爪。爪クリスマスコンサート前に行こう。でもシンプルにします。シンプルプルプル。なんならお金払うからメール受け取ってくれませんか。いいんですか。じゃあ口座番号でも教えようかな。早く歯を治して精神巡礼したい。え、私も早く親知らず抜いてさ、もう歯医者と無縁の生活に戻りたい。歯医者ってなってる。歯医者の予約いつ取れるのってなってます。でもみんなモバメあれですよ、みんなのモバメ私はパセリあのねとかで読めるから、いつでも送ってよね。いつでもパセリあのねでみんなのモバメ送ってよね。今の私のネイルはキラキラです。爪先だけキラキラ。あかりんさんと色違いだった。じゃん。あかりんさんがなんか青っぽい緑っぽい感じの、エメラルドグリーンっぽい感じの可愛いやつで、私はもう薄ピンク、もう地爪の色みたいなです。でも踊ってる時に目にねキラキラが入ってね、しかもさ私普段深爪なんですよ。だからこう爪が長いと指先がより綺麗に踊れてすごい嬉しいの。わっ、313タワーありがとうございます。ありがとう。ちょっと昨日の生誕のタワーのお礼してないけど、タワーのお礼書くのはあれかな、失礼だね。ちょっとスクショしてまたその生誕のタワーのお礼とともにお礼にしようかな。あ、待って、スクショボタン、スクショしました。ちょっとまたお礼をさせていただきます。ありがとうございます。313ありがとう。ありがとう。1700日タワー、あと300日で2000日じゃん私。キャー、昨日の分も含めてです。あ、じゃあまたお礼書かせてください。ありがとう。昨日もありがとうございます。本当にもう昨日のことと思えません。なんかもう私さ、あっという間にこうやって月日が過ぎていって寂しいなと思う。それだけ充実した日々を過ごさせてもらってるっていうのもあるんですけど、でも一個一個もっと一個の出来事を2週間ぐらい振り返りたい。もうゆっくり噛み締めたいのに、もう次から次に楽しいことがね、また日曜日、来週の日曜日はクリスマスコンサートがあったりとか、周年コンあったりとかして、ね、もうパッ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 って噛み締めで間もなくさ、次の出来事に向けての準備が待ってるから、もうね寂しいですよ。夏フェスとかもさ、一個のフェスが終わったら次のフェスのレッスンとかでさ、全然もうすぐ夏が終わっちゃったし、もう冬もすぐ終わっちゃいそう。寂しいですね。来年もシングルのリリースイベントとかいろいろね待ってるので、はい、まだ何も知らないんですけど、まだわからないんですか、私はどこの会場なんですかってこの前聞いてみたんですよ。どこの会場に行くとか決まってますかって言ったけど、まだまだ教えられませんって。
秘密だったミステリアス、まだ分かりませんでした。まだ決まってないっぽかったです。はい、2月は北海道行くでしょ。で3月と4月は8周年コンサートもありますので、皆様8周年コンサートどんな瀬戸入りかな、楽しみです。いっぱい出れるといいな、曲ね。全メンバー出演のコンサートってさ、出れる曲数も違ったりとか、全員出たりとかあるからね、いっぱい出れるといいな。今まではその大きいコンサートとかがあると、その序列がもう出るんですよ。みんなの見えるそういう序列とかって選抜の16人の歌割りだったりとかじゃないですか。でも大きいコンサートとかも選抜16人で前で披露して、で選抜に入らなければ後ろだったりとか、まあ選抜でも後ろに踊ることあるんですけど、全然とか、なんか曲によってその歌割りの順番とかで、あ、自分この位置なんだとか結構分かったりして、そうなのよ。だからいろんな気持ちをそれぞれのメンバーが抱えながら毎年大きいコンサートしてるけど、でも最近はもう全然ごちゃ混ぜな気がしてます。ツアーとかでも結構ごちゃ混ぜ構成、なんなら周年は1期生さんの、やっぱ1期生さんのさ周年じゃないですか。8周年迎えるのも1期生さんじゃないですか。だから1期生さんとかを優先の歌割りとかだったりとかも最近多いかも。うん、去年の7周年ツアーとかもそんな感じだったりとかで、みんなにスポットが当たるようになっている気がします。ちょっとドキドキです。次の8周年はどうなのかね。え、2期の5周年はもう聴いてほしい曲が詰め込まれてるから、ちょっとまばたきとかできないかもです。みんなまばたき禁止かも。カメコタイムもカメコタイムを意識して今日も練習したから、ちゃんとこの曲はここのとこで撮ってもらおうとか、あ、こっちの角度でこう決めようとか、そう鏡見ながら研究しましたので、配信は何も発表されてない。クリスマスは発表された。クリスマスは17ライブだけど、まだ2期の5周年は出てないよね。眼球がカピカピになるんですけど、じゃあちょっとまばたきしてもいいです。3分に1回ぐらいで1曲終わるごとにまばたきでお願いします。お楽しみに。あ、そうだよ、みんな大晦日の日の申し込みもチェックしてくださいね。今日公式から出てました。あ、もう iPad 見ようとする癖がついちゃってる、充電切れてました。皆さん、マイカー公演待ってます。マイカーマイカー、はい、マイカー公演はでも新しい瀬戸利じゃないです。まだ来年かな、マイカーの新公演は。なので今までのあの対バン形式瀬戸利かなって思います。台湾系セトリもうお別れのストーリーもあるので、新しい曲が入るってことは今までの既存でやってた曲がさよならになっちゃったりするので、どの曲が残るかはお楽しみにです。見納めかもしれんよ。
そうなんですよね、交通機関のチケット問題。そうなのよ、あと宿泊施設ね、年末年始だからね。ね、確かに駐車場本当だね。どうなんだろう。わっ、ひげめがねさん、猫ちゃん、猫ちゃんタワーありがとうございます。スクショ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 、ありがとう。ギャルみたいなポーズしちゃった、ありがとう。あ、誕生日と舞台といろいろとのタワーありがとうございます。わあ、お久しぶり。なんか昨日の生誕終わりのタワーの、猫ちゃんタワーのさ、スクショでさ、なんか寿司に見えるみたいな、この猫の帽子が。確かにと思って、めっちゃ寿司じゃんと思って。白いモコモコがお米みたいだし、上マグロみたいだし、ちょっとエビにも見えるし、尻尾ついて寿司。寿司タワーありがとうございます。ほう寿司、ほうすおすおすおすすすす、お寿司お寿司、かわいい猫ちゃん。でもさ、顔が埋もれてて、埋もれちゃってて。22、28は見に行きます。もう楽しみ。22、28も岡山、岡山、今年いっぱい岡山行きましたね。岡山とか香川とかめっちゃ嬉しい。徳島も行けたし、嬉しすぎなんだけど。愛媛もいっぱい行けたし、もう嬉しいよ。来年はもっと行きたいです。もっともっとロケ。なんか最近あのクラコン、あのクラコンがロケを始めたんですよ。最近クラコン呼ばれないなと思ったよ。なんか3期とか出てるなと思ったら、なんとダブルさやかのロケが決まってて、あれっていつの間にロケ番組になってたんだってなって。クラコン、しかも食レポとかしてたの。え、前までさ、なんか靴下の早脱ぎ競争とかさ、萌え台詞大会とかさやってたのに。そう、前回もなんか2チームに分かれて、1つのチームは右しか曲がれない、でこっちのチームは左しか曲がれないっていうのでスタートして、出会えるのかっていうロケもしてたんですよ。そのロケがめっちゃきつかったらしい。過酷ロケって言ってました、メイクさんが。メンバーかじゃなくてメイクさんが昨日言ってた。最近クラコン行きましたかって言ったら、あ、結構やってるよみたいな言って、そう、過酷だったよって言ってました。でもそうじゃないね、メイクさんも一緒に歩かないといけないもんね、大変だよ。しかもメイク道具いっぱい持ってさ、なんかそのロケの日がなんかのイベントの次の日だったんですよね、確かクラコン。でもその日も結構遅くまであって、で早朝からもうロケだからみたいに言ってたから、絶対大変だったと思う。まず起きるだけで大変。でも私もロケ行きたいです。アイス、あ、でもアイスロケは大変なのよ。アイスロケの大変さをね、一回感じたから、もうちょっと溶けないものがいいかもしれん。ロケは前に千代さんとサヤンと3人でロケ行った時にアイスを買うじゃん。したらインサート撮りがまずあるじゃないですか。でその時8月だったから撮影が、もう結構それでさ、持ってるだけで溶けるじゃないですか。でインサート撮りした後にオフショット用の写真も番組に提出もしなきゃいけないから、オフショット写真も撮ってたらもう手がベトベトになっちゃって、もうこんなんダメです、アイス好きとしてはもう許しがたいと思って。
そうなの、バトル、時間とのバトルでした。そうだから、解けないやつかか、インサートは別か。ちょっと私今は年末までに達成したいものがあって、びっくりドンキーの3000円のパフェが今期間限定で出てて、それをちょっと完食するっていう目標が、昨日の生誕祭で話した目標とのレベル、ちょっとレベルの低い目標として、もう個人的な、超個人的な、もう生誕祭とかで言うような目標とは別の、もう超個人の目標として、そうびっくりドンキーの3000円のガリバーサイズのパフェを食べきるっていうね、いうのがちょっと密かな目標です。でも今行くと、今行って体調とか崩したら、全然パフェ関係なく体調崩しても、あ、パセリパフェ食べたからだよって言われちゃうじゃないですか、このライブがたくさんある時期に。だから年明けもやっててほしい。いつまであるんだろう、あれいつまでやってくれるか分かんないからさ、ちょっとビビってるんですよね。あ、そう、雪帽子、氷や雪帽子のクリスマス限定のね、かき氷もすごくて、あれも食べたいし、ちょっとね、食べたいものがまたいっぱい増えちゃって、個人ファンクラブに動画でもあげようかなとか思っています。いますよ、パフェ食べるときは。だから絶対無心だから真顔だろうなって思う。絶対真顔なんだから、パフェ、どんな時もパフェみたい。確かにリコちゃんと行こうかな、来てくれるかな。でもね、お互いね、なんだかんだかき氷は完食したりおかわりしたりするけど、最後帰るとき凍えてるんですよね、いつも。夏場とか、夏場でもあの氷や雪帽子って空調が一定ないよ、夏も冬も。だから夏でも凍えながらブルブル震えて、まあ、2個とか食べるからなんですけど、あの巨大なやつを2個食べたらそりゃ震えるわって感じなんやけど、だからちょっと帰りが寒いのが心配点かな。パフェ、パフェちゃん、パフェパフェパフェ。そういや、私も他にさ、冷たいものをいっぱい食べてくれる仲間っていないから、リコちゃんしかいないんだよ、唯一無二の存在なんだよ、私たち、パセリコチ、お互い、お互いいい関係なのよ。そう、期間限定ないよ。そう、しかも時期もわかんないし、本当に困っちゃうわ。サチコ、この前さ、ビエネッタ食べてた、趣味合う。サチコがレッスン終わりビエネッタ食べてるとこ見てさ、うわビエネッタだって言ってしまったの。ビエネッタ大好き、サチコのことも好き、ビエネッタを持ってるサチコはもっと好き。ね、マイキューさんね、かき氷、え、そう、私が STU 入ったばっかの頃は、広島の市内にポーラーベアっていうジェラート屋さんがねあったんですよ。今は市内は、市内っていうか結構もうあちこち違うとこまで行かなきゃいけないけど、閉店しちゃって、その市内の中心にあったやつが。だから最近マイキューさんのアイス情報とかかき氷情報がなくて、またハマってください。
アイス仲間欲しいです。 STU アイス部、でもアイス部あるんだよね。リンコとサヤンと私でアイス部とラーメン部作ったから3人しかいないけど、3人でそうアイス部ラーメン部してたの。え、だよね、最近見ないですよね、メールでもアイス情報。お家の美味しそうなご飯が来るからニコニコしちゃう。あと犬、犬、あとラーメンも、そうラーメンめっちゃ来る、食べたくなっちゃう。犬、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 犬に癒されたいわ。犬、犬、犬。前はね、お話し会、オンラインお話し会でね、犬と一緒に参加してくれる方がいたんですよ。犬ですって紹介されて、名前はなんとかですって紹介されてね、犬って言って、私が犬とばっか喋ってたら犬連れてきてくれなくなっちゃって、うん、私が犬にばっか反応するから、そう最近犬来なくなっちゃった。お前は飼い犬、レイダン、レイダン。すごい歌詞ですよね。なんかさ、研究生の頃にさ、この公園でこの曲をやってたっていうのが、ほんと今でもびっくり。ね。とんでもない歌詞です。お前は飼い犬。うちの猫と飼い、話してください。え、いいの？話したい。猫。猫猫猫猫。なんか犬とか猫とかさ、自分のことを人間と思っている犬とか猫いるって言うじゃん。喋ってみたい。ちゃんと理解してくれるかな、私の言葉。パセリです。パセリ、うん、変な名前だなって思われちゃう。会社の犬です。会社の犬、会社の犬なの。うん、頑張って働いて偉いよ。偉いです。偉いよ。やばい、犬とか猫大丈夫なら嫁もいいのかな。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。嫁、嫁はダメです。ダメです。まあ犬も猫も家族だし、嫁も家族だけど、ダメです。それは NG。 ノーノー。人形は OK。 パセリの今年の漢字、あ、声です。声発表した、そういえばラジオで。声です、私の今年の漢字は声。こんばんは。推しの紹介 OK ですか？聞かせてください。知りたいです。聞かせて。パセリの今年のひらがなはパです。パ、もうパが浸透した1年でしたね。もうお話かな、パって呼ばれるもん。パはさーとか言って。誰、なんかこの前誰々が他のメンバーの話とかしてる時に、誰々がなんとかって言ってて、でもパはさーみたいな、もう自然なの。パはこう言ってたじゃんみたいな。え、パ、前までパシェとか言ってくれた人たちもみんなもうパワーとか言って、パワーじゃない、筋肉やん。パワー、パッパパパッパパパッ
パパ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 パ、そう、パパパはサーヤンがパちゃんって呼び始めてからパが増えた。ノーピはパさんって呼んでくるし、パさんパサパサしてそう。パさん、ノアピはピピコです。ピピコピピコ、昨日ね、あの公演終わった後にノアピが話しかけてきて、なんかパセさんのスピーチ聞いて、私も12歳で入ったんですって言われて、私は12歳で入ったからって、でパセさんの手紙にも12歳で AKB さん好きになって出てきて、あ、こんな気持ちで活動してるんだなと思ってとか言って、わかーってびっくりしちゃった。あ、そっか、あなたは今は15歳だけど入ったのは12歳、え、嘘、12歳、え、そっか12歳か、えと思って、はーっとびっくりしちゃいました。もう驚いちゃったよ。私ノアピのことはさ、年下と思ってあんま接してないから毎回新鮮にびっくりするんですよ。普通に対等にこう喋ってるというか、だからびっくり、驚いちゃう。身長も止まらないそうです。また昨日もね、伸びてたよ。なっちゃんとノアピとね、お見送りの待機中に喋ってて、また伸びたねって喋ってて、そうなんですよって、日々伸びてる、会うたび伸びてて、もう天井突き破りそうよ、心配です。え、そう、ノアピのコミュ力がすごいです。トロブさんとも喋ってた。私でも喋ったことないのに、ミジさんの卒業の時にトロブさんと喋ってるの見て、待って、強すぎると思って。私はもう初対面だったんですよ、トロブユリさんと。あの加入時期被ってなくて、だから初めてお会いしたんですけど、うわー、トロブさんだ、ちょっと AKB ショーとかで見てたとか思って、うわーとか思ってたら、ノーピが喋りかけて、あんた強いね、私もコミュ力高くなりたいです。え、そう、あゆみーさんとかトロブさんとか全然被ってない。磯貝さんがギリギリ被ってるぐらいだけど、一緒には活動全然できてないです。磯貝さんとかあずささんとかがちょうど2期が入ってくるタイミングかな。こんばんは、ま、陣内さん、お、タワーが3種類になった、クリスマスタワーありがとうございます。ありがとう。目つぶったら漏れる、すごい、三種タワー、ありがとうございます。スクショしてまたお礼を書きたいと思います。待っててください、ありがとう。タワータワータワー、パワー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 、元気な声でパワーパワー。これ何の歌ですか、あれか、ピーヨ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 、ごっつんこのお母さんと一緒でした。お母さんと一緒の歌だった。タワーありがとうございます。推しがいがあるパセ、 STU で一番推しがいがあるのは磯貝。
NHK の曲多め。そうだよ、ここのショールームは教育番組だから、教育にいい話をいっぱいしていく。昨日はちょっと相続トラブルの話で終わっちゃったんですけど、配信がちゃんとね、教育にいい老若男女楽しめるルームを目指しております。ここEテレです。パーテレ、パーテレ、はい、家族で見てても気まずくない配信を目指していきましょう。はい、老若男女、今日の授業は家庭科です。今日の授業はグルメ。おかん起こしてきます。寝かせて、寝かせたってくれ。伸びる伸びる、ストップ、ストレッチマン。裁縫、裁縫得意よ私。今度披露しようか、裁縫、ボタンの縫い付けとか大好き。虫になれるから。あれ、この前ね、あ、チリパだ、チリパで、あの、ふざけさんに料理とか千切りとかするのは脳にいいって聞いたから、裁縫もいいのかもしれない。そういうなんかもう普段のもうストレスとか、なんかあれしなきゃとかを全部忘れて、こう無心でやるっていうのが脳にいいらしいです。なのでちょっと今度ボタンいっぱい縫い付けようかな。いっぱい縫い付けてく。ね、先を使うのいい。え、ほんと？ボケ防止になる？じゃあいっぱい手使おう。針に糸が通らない私頃です。いやでも私も小学校の時から通らないから大丈夫、年齢のせいではないはず。うん、ちょっと不器用なだけよ。不器用。前までさ、キャベツ1日1玉食べてたから千切り結構得意だったんですよ。前、もう本当にめっちゃ前、3年前とか3、4年前とかは毎日キャベツ1玉生活とかしてて、だから毎日切ってました。トントコ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 って、やばいよね、狂ってるよね1玉。もう変なダイエットをしてて、絶対に真似しないでくださいね。その頃はキャベツがめっちゃ安かったの、だからダイエットプラス食費をこう抑えるために食べとったんやけど、ある日突然キャベツが高騰して買えなくなったんです。アイスは買えるのに。アイスはいくらでも買うのに、キャベツとか野菜たちの高騰についていけなくなっちゃって、そう、それで食べる機会が減って、だからもう千切りに切ってあるキャベツを食べることの方が多い。キャベツ、キャベツ、でもキャベツ値上がりって結構痛いよね、飲食店からしても。付け合わせとかもそうだしね、サラダとかも何でも。ねえ、おかわり自由とかの店もさ多いじゃないですか、キャベツ困っちゃうよね。あ、ココアさんもめっちゃキャベツ食べてた。うん、キャベツといえばココアさんだよね。ココアさん、この前お誕生日におめでとうございますってちゃんと送りました。離れた場所から応援していますって送った。ココアさん、
ね、お好み焼きもねキャベツいっぱい使うから大変だよ、大変ですよ。マレーシアキャベツ確かにあるのかな。マレーシアのさ、私本当にココアさんがKLPに行くときに食生活とかどうするんだろうと思って、ダイエットしようにもさ最初の頃とかは特に分かんないじゃん、もう何が何だかね、どういう食生活なんだろう、気になる、気になります。KLP メールありますか、モバイルメールない、あっても読めないかな私。食生活気になりまくりです。マレーシア料理、行ってみたい私も。マレーシア、あ、ひばりさん本物ですか、ひばりさん本物、ひばりさん、もう最近はレッスンしてるか配信してるか寝てるかの3択です。本当にもう毎日あっという間に1日が終わっちゃうんです、あっという間です。なんかこの配信が一番一日の中でリラックスしてます。もうなんだろう、家に帰ってきてこたつを囲んで喋ってる感覚なんですよ。そう、なんか今日あったこととか今食べたいものとか何でも喋っちゃう。もうね本当にのんびりしちゃう。のんびりのんびり。トランプ、ババ抜きがいい。いや真剣衰弱。こたつ、私こたつ買えばよかった、もう去年も置いてたのにな、こたつ買いたいって。また今年も買わなかった、だから置き場がない。いつかこたつが置けるぐらいの家に引っ越そう。別に置けるけど、置きはするけど、ちょっともうスペースがないです、収納がないです。冬はいいけど夏場が困っちゃう。もうね夏とかね毛布を収納する場所にすら困ってるんよ。そこにこたつ布団が加わったらもう無理です、もう無理なのよ。だから夏場のことを考えて、でも圧縮したらいいのか。え、葵12歳さんのライブ行きたかった、行きたかったです。なんかもう羨ましい、みんな、私もなんかライブ行きたいです。昨日ライブしてた側だけどライブ行きたいな。ノイミーさんのライブとか、今日なんかくるくるとノアピが福山にライブ見に行ってましたよね。フェス、フェス行ってた。ライブ見たい、なんかライブ行けることないかな。ちょっとエレタンさんの公演を見に行きたいですってずっとねマネージャーさんにもHKT さんの公演見に行きたいですって言ってるんですけど、今年はもうスケジュール的に無理だよって言われて、いやそりゃそうやって、自分たちのライブのレッスンがいっぱいあるんだからもう今年は他のライブ行けないよって言われて、うん
その通りですってなったから、来年、来年です。クマ、そう、クマだけ茶色いね。でもオセロにしたらクマも白くなるよ。クマ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 、もうね、最近なんかもう LINE も、私 LINE すぐ返すマンだったの今まで。でもこの1ヶ月、この1、2ヶ月か、めっちゃ遅くなって、今まで LINE 遅い人何なのって思ったんですね、私。このスマホ持ち始めてからの、もう何年ぐらいだろう、10年ぐらい、もう LINE 遅い人って何なのって、すぐ返せるじゃんって思ってたんですよ。したらこの 1,2 ヶ月で私もついに LINE 遅いマンの仲間入りしてしまった。今まで LINE 遅い人のことせめてごめんなさいって言って、ようこそ。ああ結構仲間いるわ。メンバー結構遅いんですよ。そう、メンバー遅いから全然帰ってこないじゃんって思ってたね。私変な LINE しちゃったかなとか思ってたの、ずっと言うまで。でもやっと分かった、やっと分かりました。返したいの、返したいけど、もう頭に文が、言葉が思い浮かばなくて、だから変なことをこう後から後悔するみたいな、なんかこう何、言葉を選び間違えたら困るなと思って後回しにしたら、だんだん忘れちゃって、めっちゃ遅いの今本当に。お母さんからね、毎朝おはようってくるんですね、一人暮らし始めてから。でも私がおはようすら、おはようって見て、おはようって返した気になってて、で夕方に仕事終わってから、お疲れ様って、元気ってくるの。それでごめんまた返し忘れてたっていうのがここ最近続いてて、やばいよ。音信不通の娘だよ私。でも反抗期じゃないです、ね、毎日ね、お昼休憩とかも LINE 来る、ヤッホーって。今日は何の仕事なのって言うから、今日はレッスンとか、今日は何時から何時までだよとか送ってます。おい、ショールームクリスマス、え、達成してる？嬉しい。あ、あれか、昨日の生誕のタワーもいただいたからか。わー、やった。30万達成で何ですか？今回のギフトは。え、びっくり、やったー、クリスマスプレゼントもらっちゃった。もう本当にショールームでいただいたプレゼントで生活してるよ。何をいただけるんですか私は。アイス、アイス1年分とかですか。アイスかな。フードデリバリーチケット2回分相当プレゼント。何頼む、何頼む、アイス、フードデリバリー、え、あれですか、ウォルトとかウーバーとかってことだよね。待って、最高じゃないですか。何にする、パーティーしよう。2回分相当でしょ。え、でも1回分って普通どんくらいなんですか。通常の1回分、私普段あんましないんだよね。するときはするけど、デリバリー、デリバリー、あの配達。何する、でも広島あんまないかな、もしかして。
東京とかのさ、お仕事で泊まった時にホテルに注文した方が種類多かったりする？もしかして。どうしよう。私マーラータン食べてみたい。マーラータンのあの何ですっけ、あの太い麺みたいな、寒天みたいな麺あるじゃん。あれとあのオレンジと白のしましまのやつ食べたい。マーラータン。でも私シナモンとかさ、そういう系の香辛料系のものあんま食べれんのよね。いけるかなマーラータン、結構強いかなスパイス、どうでしょうか。マーラータン、本当は舞台期間中にね行こうと思ってたんですよ。無理でした。どこにあるかもわからなかった。何しようかな。でも銀だこ、銀だこと、いやでもダメ、1個の店で頼まないと手数料かかるからね、配送料手数料かかるから1個の店でドンがいいので、絶対その方がお得やから。うーん、何がいいんだろう。悩みますね。おしゃれサラダとか何があるんだろう。ウーバーイーツ、ピザ、定番ピザよね。でも寿司、高級寿司とか、ちょっと自分じゃ入りきらないお店とか。あ、アサイーね、あり、めっちゃあり、大ありのあり。アサイー、なんか広島にまた今度アサイー屋さんができるんですよ。最近めっちゃできてる。ちょっと遅れてできるんだよね広島って。あの私たちがハマった時期は全然なかったの、 1,2 店舗しかなくて、そしたら最近どんどんでき始めてて、でもその間に多分東京は新しいものが流行っとる。多分半年ぐらいしたらね広島マーラータン流行るよ。ちょっと遅れてくるから、リンゴ飴とかもちょっと遅れてきたから。うーん、何が流行ってますか都会は。都会、こっちは1年後。あ、じゃあでも似たようなもんじゃん、仲間や、仲間だよ。私が知るのも遅いんです。 TikTok とかで見て知って、その後にまたできるから。マーラータンの店行列できてた。え、やっぱり福岡のマーラータンの店も行列って TikTok で見た。見たよ。福岡はあのアイムドーナツっていうドーナツ屋さんも行列だし、行列ばっかり。都会、岡山ではサッカーが流行ってます。あ、サッカー、最近ラジオのお便りもサッカーの嬉しいニュースがいっぱい来てました。サッカー J1 昇格ですとか優勝ですとかね。サッカーさ、くるくるに連れてってもらわなきゃ、早く教えてもらわなきゃ、くるちゃんに。もつ煮込みうどんに行列、美味しそう。広島は何かな行列、なんだろうな。少し前はりんご飴めっちゃ行列でした。なんだろうな行列、なんかできてるのかな。ティラミス、ティラミスって定期的に流行るじゃん。
東京劇場から徒歩3分の場所にマーラータの有名店がある。え、そんな近いんですか。じゃあ今度ショーケースライブ出るときはキングレコードさんに言って、すいませんマーラータ行ってきていいですかって言ったらいいの。広島のシャーリーポップ、あ、 TikTok か何かで見た、あのプルプルのチーズケーキでしょ。見た、見ました、気になってた。そう見ましたよ。こうやってフルフルってしたらポロ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 ってしてるプリプリのチーズケーキでしょ。ホワホワのほい。わーチーズケーキ。でも私バスクが一番好きなの。一押しはバスクチーズケーキ。バスチーも大好き。都会いっぱいあるんだね。おにぎり、おにぎり、この前おにぎり専門店行きました。あのね、この前東京でお仕事があった時に終わった後ご飯屋さん探しとったんよ。分かんなくて、だちょうどおにぎり専門店が道端にあって並んでたから、人が、あ、絶対美味しいと思って影響されて並びました。おにぎり大好き。私おにぎり専門店のおにぎり大好き。おにぎり、あの米の粒がちゃんと一個一個ある感じとか大好きです。なんて店だったかな、鬼みたいな名前だった。鬼屋みたいな名前だった気がする。この前行ったおにぎり屋さん。わ、トナカイが来た。私のまつげの上をトナカイが歩いてた今。ここ。トコトコトコト。ありがとうギフト。トナカイ。え、鬼じゃなかったかな。鬼なんちゃら。に行きました、この前。どこの店舗だったかな、ちょっと場所もわかんない、もう何もわかんない。だって集合もあのさ、大体お泊まりの時ってさ、お仕事で泊まる時ってホテルのロビー行けばマネージャーさんがもう移動のタクシーとかバスとか手配してくださってるから、そこに乗り込んで気づいたらもう着いてて、もうどこかわかんないんですけど分からんけど、おにぎり屋さん行きました、お仕事の後。もう全然土地勘もない。鬼ごっこ、いや鬼ごっこ早く聞いてほしいな。カップリング大量にお餅もらったけどどうすればいい。まず焼く、そしてうーん煮込む。あとはなんかみんなお餅レシピください。まず醤油できな粉、そんでみたらしにして、あんこを入れる、あんバターとかにする。その後に、あ、お雑煮だね。ん、鬼丸かも。え、それかも、鬼丸かも。さっきのおにぎり鬼丸な気がしてきた。ピザいいね、ピザいいじゃん、薄く伸ばしてね。ピザあり。お餅、お餅もちもち雪見大福。鬼丸もち明太、やばい、もち巾着もやばい、磯辺焼きわー絶対美味しいじゃん。お餅、私お餅あんま食べれないんだよお餅はそう、正月もおばあちゃん家とかでさ出るじゃん、お雑煮、お餅抜きで汁と
三つ葉だけ、三つ葉とか椎茸とかだけ食べてた、ずっと。そう、まあ、矯正してたのもあって、ステア入るまで矯正もあったから、でお餅あんま食べなくなって、でなんかお餅を喉に詰まらせるニュースとかもよく聞くから怖くて、でお餅どん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 疎遠になったんですけど、同期にお餅好きがいたから、そう、そっからちょっとお餅身近に感じ始めた。お餅お餅、ベーコン巻いてカリカリに焼くと美味しいそうです。絶対美味しい、試してみてください。ちょっとみんな試して送って、写真。カリカリのベーコン絶対美味しい。もうベーコンだけでいい、それ。ベーコン、ベーコン、私はね、カクカクの餅。ナオトさん、タワーありがとうございます。わあ、今日もいっぱいタワーいただいちゃう。スクショしました。中途半端な顔だった。まあいいんです、自分の顔は。タワーを取りました。また後日お礼来ますね。ありがとうございます。お好み焼きのトッピングに餅、餅、タワー来たらみんなパチパチしてくれる。パチ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 、ありがとう。腱鞘炎に気をつけて。四角の餅だよ、私のおばあちゃん長崎だけど。佐賀のおばあちゃん家はなんか餅つき機みたいなのあるじゃん、炊飯器みたいな形の、あれでついてるからもう自由自在餅、型にとらわれない。もうこうやってシュッってやって、もう拳の餅、うん、握っただけの餅です。多分食べてないから分かんないけど買ってないやつ。もち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 、もちつき、もちつき、あのこうやってペッタンペッタンするやつもしたことあるけど、あれは大変ですね。あれ怖いね。信頼関係必要だよあれは。おもちもち、もちきちも大好き。もちきちのなんか毎年流行るよね、なんか揚げ、お揚げに入れる系のやつね、毎年流行りますよね。あれバズるよね毎年。団子はみたらしが一番好き。三色団子食べたことがなくて、死ぬまでに食べてみたい死ぬまでに一回でいいから食べてみたいなって思う。ゼンマイ侍が持ってるやつみたいな。もちきちはせんべい美味しいですね。パセリが記念を持ってワイがこねます。本当？じゃあ容赦なくいくねいやーっていくね。あ、ぼっちゃん団子はある。あれもそっか、三色か。ぼっちゃん団子はありますわ。食べたことあったわ、三色団子。餅すすり、喉に詰まっちゃうよ。喉に詰まったってニュース聞いたの佐賀のおばあちゃん家だったんだけど、佐賀のおばあちゃん家の近所で餅に喉に詰まったって話聞いたんだけど、佐賀が有名なんですか、餅すすり。そんなことするからじゃないですか。よく噛んで、佐賀の人たち。餅すすり、お団子だんだんだだんのだん。この三色団子の色の順番ってさ、関係あるの？序列ですか？なんか意味合いがあるのかな？なんでこの色なんだろう？
下はよもぎだよね。よもぎノーマル、上は桜餅。どういう順なの？序列？序列なん。大変だね、団子界も。団子界隈。投票なの？そんな総選挙みたいな感じなの？佐賀おすすめ観光スポットありますか？11月だったら絶対バルーンフェスタに行ってほしかったけど、今は11月ではないので、メルヘン村です。みんな大好きメルヘン村で、メルヘン村に行くときは、あの中リーサさんのメルヘン村の動画を見てから行ってください。事前にちゃんとリサーチしてから行ってください。はい、中リーサさん、同郷、長崎県出身の女優さんなんですけど、中リーサさんの YouTube でメルヘン村の動画を見て行くかどうか決めてください。 X のことは絶対に見ないように。 X を見たらもう多分ビビっちゃうので。 あと温泉だね。そう、温泉有名です。嬉野温泉、温泉有名だから今の時期温泉豆腐とか湯豆腐が有名かもですね。まあ、有田焼きも有名。あとなんだろうな、でも豆腐屋さん結構多いかも、温泉有名だからか。吉野ヶ里遺跡ね。吉野ヶ里遺跡は行ってください。縦穴式住居あります。高床式住居も、高床式倉庫あります。でそれでアウトレットに行く。高床式住居合ってる、高床式か。あ、呼子のイカもおすすめ。呼子のイカこの前夏に行ったからおすすめ。呼子イカおすすめです。でも結構並びます。朝一で行かないと、オープン狙って行かないと、土日は特にもうね、バイクに乗ってる人とかがいっぱい来てて、ちゃんと受付して、で呼び出しがあります。スピーカーがあるの。何番の方みたいな、何番でお待ちの方って呼ばれたらやっと食べれて、結構待つ。もう新鮮なイカをこうさばいて出してくれるんですけど、もう新鮮だからイカもめっちゃ動くし、食べきれない分はあのなんだ、唐揚げ、イカの唐揚げにしてくれます。揚げてくれるから二度楽しめる。おすすめです、おすすめ。イカ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 イルカ、超おすすめ。長崎だったら、私の長崎のおすすめは稲穂焼きです。稲穂焼きと、あとハトシロールとちゃんぽん。そして場所の、場所的おすすめは、なんかね、メイクさんに長崎好きな方がいるんですよ。で年に1回長崎に行くんだって、友達と一緒に車で広島から行くらしくて、で毎回パセリちゃん長崎のおすすめ教えてよって言われるから、いろいろ教えるんですよ。そう、いろいろ教えるんだけど、この前教えたやつ一個も言ってくれなかった。え、長崎行きました？あ、行ったよみたいに言われて、え、教えたやつどれ行きましたって言ったら、え、何も言ってない。え、
はなんかハウステンボスに毎年行くんやって。ハウステンボス行って満足したから何も言ってない。あれ？でもまたすぐ行くからと。年越しとかもハウステンボスでするらしい。すごくない？ハウステンボスの花火とかもちゃんとあの有料の席取って行くぐらい好きらしくて。でもね、メイクさん2人いるんよ、長崎好きの方が。でその1人の方はその方で、もう1人の方は教会とかに行くのが好きらしいんですね。でこの前長崎の教会とか、こう教会群が有名だから、世界遺産だから、こういろいろ巡ってたら取り憑かれたらしくて、もうちょっとエピソードの癖がね、どの方も強いんですけど、取り憑かれたって言って。そう、お清めスプレーを持ってたから助かったけど、ホテルに戻ってからもう心霊現象が起きすぎて本当にやばかったって言って。そう、エピソード強くないですか。そんなの取り憑かれたって。そう、この前心霊ロケに行くときにね、いや心霊ロケ今度あるんですよって言ってたら、私はこの前長崎でみたいな、取り憑かれて。え、そうなんですか。その方も結構頻繁にね、長崎行ってて、トルコライスを食べたって言ってました。いやー怖いよー。砂糖撒いたらいいらしい。え、嘘だな、アリが来るだけでしょ。本当ですか？誰か試してみてください。除霊するとき砂糖を撒いて。あ、なんかね、あれあれあるんや、言葉みたいな、清めたまえ払いたまえみたいな、リネがね、あの心霊ロケの前に教えてくれた、なんかお化けを払う動画みたいな、あ、動画じゃない、言葉があるんや。なんとかたまえ、あ、あれか、いやあれか、毎日リネたんか、田辺先生か。いやもう毎日リネばっかりじゃないですか。この前パセリしかとか言ってたのに。ちょっとあれか、パセリしか、パセリしかっていう人は全然しかじゃないから。嘘だもん、パセリシカの人はパセリシカって言わないもん、もう元からパセリだけだから、パセリシカとか言わないんですよ。他がいるからパセリシカって言うんですよ。みんなみんな、生誕幕張メッセ飲み会からの帰宅、え、すごくない？え、広島幕張ってことねえ。 AKB さんね、今日体調崩さないように気をつけてね。満喫してるやん。すごすぎる。でもね、昨日広島にいた人で、今日幕張で幕張行きますみたいな、ちょこちょこいたんですよ。え、すごくない？すごない？だって早起きでしょ？とんでもないスケジュールじゃん。売れっ子スケジュールだよ。へえ、あ、乃木坂も今日、え、そうなの？幕張、AKB さんと乃木坂さんなの？幕張？私が幕張に行くのはまだまだ先だわ。まだまだ先。帰りに名古屋に乗りました。え、おたかつですか。昼まで爆睡してた。うわー、いいねいいね。博多に行きました。え、博多、ちょっと待ってください。博多に行きました。今日は何公演ですか。あ、今日あれだ、秋吉さんの生誕祭だ。そうだわ、流れてきた X でスクショが、エレタンさん映ってたから、あ、エレタンさんだと思って見てた。
そうだわ、流れてきてました。今仕事終了、明日も同じだからオンライン時期行けそうない。待って、働きすぎだよ。お疲れ様。いや、生誕は来れてよかった。もしかして生誕に来たからその分のツケが回ってきてる感じかな。もうありがとう、本当にありがとう。ゆっくり寝てね、もう今すぐに。でも今仕事終わったってことは今から帰宅ってこと。ありがとう。そろそろ23時半だよ。本当だ、終わるか、終わる時間か。実況配信はね、またスケジュール合う時にします。ちょっともう前の日にならないとね、予定わからんから、ちょっとレッスンとか落ち着いたタイミングでするね、実況配信は。明日も頑張ると早起き。明日チェキ会もよろしくお願いします。このショールームで配信あります。よろしくお願いします。明日ショーケース行く方も、あと何だったっけ、明日イベントがなんかいろいろ、あ、そうだ、サヤンとサヤカリンとリコちゃんのバスツアー行く方も楽しんできてくださいね。私のいない現場で、私のいない現場も楽しんできてください。うん、楽しまれてさぞかし楽しいことでしょう。帰ってきてください。このすっぴんの顔でこの笑顔で言うっていうのも怖い。すっぴんではない、眉毛はある。あ、仕事です、仕事頑張って、頑張ってね、お仕事。頑張って、応援してます。おすすめの長崎グルメ、稲葉焼きとちゃんぽんと、もう一つは何ですか。ハトシロールです。ハトシロール、ハトシ、ハトシロールは食パンにエビのすり身を入れてこうやって包んで油で揚げた美味しい高カロリーフードです。でもいろんなお店によって味が違うし、そう、いろいろねあるんですよ。私の一押しはしっぽく浜勝のハトシロールなんだけど、ちょっと高級なの。しっぽく料理っていうのが長崎そうあって、ちょっとお高いんですけど、私が PR プランのツアーで食べたあの差し入れのやつはしっぽく長、あ、しっぽく浜勝のハトシロールです。でも駅にもあります。駅とかにも普通にあるし、あとアーケード、長崎市内のアーケードに行ったら一口サイズのハトシロールも売ってました、この前。それも良かった。こんぐらいのやつもありました。だから満腹な時だったらそれもおすすめかも。でもぜひしっぽく浜勝のハトチロールも食べてみてほしい。空港にもね、いろいろあります、違うお店のやつあります。あとはね、なんだろうな、あ、角煮まんじゅうもめっちゃ有名。角煮まんじゅうとか、あ、よりより食べてほしい。よりより中華菓子だから、うん、中華菓子は中国とかでも食べれるか。トルコライスはね、食べたことないから、私がおすすめしようにも有名だけど、おすすめですってさ、食べたことないからさ言えないんよ。有名ではあります。あの、お子様ランチみたいな感じです、大人の。でも実は食べたことがない、いつでも食べれると思って育ってきたから
未だ食べたことがありません。カステラはいろんなメーカーのを買って食べ比べるのがおすすめです。あとはかんころ餅、かんころ餅かな。かんころ餅は切ってフライパンで焼いて食べるのがいいです。だからお土産にいいです。うん、かまぼこも有名、海があるから海鮮もいっぱいあるし、かまぼこも有名です。でもね、カステラは文明堂は絶対買ってください。文明堂のカステラといろんなところを買って食べ比べて推しを見つけてください。もういっぱいあるんよカステラメーカーが。でもザラメがいっぱいあるやつが私は好きやから、ザラメザクザク推しです。あとは何だろうな、観光景色だったらグラバー園の、グラバー園に向かう坂の道がめっちゃ好きでした。前にサヤンとリンコと一緒にツアーの前の日歩いて、わいい景色やなと思ったし、あとはアイランド長崎、伊予島、アイランド長崎の温泉もめっちゃ良いです。でも私も行ったことないとこあるからね。ありすぎるね、多分いっぱいあるのまだ。あれですよね、生誕で日本に来て長崎観光してくれてる感じですよね。めっちゃ満喫してほしい。だってもう次がいつか分かんないじゃん、そんなね。また来たいって思わせたい。うわー悔しい。あ、平和公園も行ってほしい。平和公園の近くに超巨大なソフトクリームの店があるらしいです。まだ行ったことないんだけど、12段のソフトクリームがあるらしい。ちょっとアイス情報だけはちゃんと押さえてる。あとチリンチリンアイスって言って、観光地とかでこうやって人がこうやってなんていうの、移動販売のアイスを売ってる、シャーベットですねを売ってるチリンチリンアイスっていうのもあります。長崎らしいもの、まあ、長崎駅が新しくなったから長崎駅のお土産コーナーおすすめ、何でもあります。本当に食べ歩きフードもあるし、お土産コーナーもカステラいろんなメーカーあるから、長崎駅のお土産売り場でお土産買うのがもう一押しです、うん、空港もいっぱいあるけど、空港か長崎駅のお土産売り場です。おすすめです。一押し、うん、あとは新幹線かな。最近新幹線が通ったばっかりだから、西九州新幹線。あ、そうだね、スタジアムも新しくできた。そう、スタジアムもできました。もう私が広島に来てからどんどん長崎が変わってるから、もう大都会になりつつある。畑がどんどん減ってて寂しいです。うん、佐世保バーガーおすすめ。でも今市内にいるのかな、まだハウステンボス付近とかに
いらっしゃるのであれば、佐世保バーガー有名なのでちょっと顎外れないかは心配だけど、こうやって行かないように、あの結構でかいので、佐世保バーガーおすすめです。あ、かんざらしも有名、あとジャガちゃん、でもかんざらしとかジャガちゃんは島原方面とかだから、ちょっと今日ハウステンボスに行ってたってことは遠いかもしれません。ちょっと厳しいかな、市内行くってなったら結構時間が足りないかもです。で稲佐山に行って夜景を見てください、ロープウェイで。私はまだ行ったことがありません。定番のねスポットとかグルメをまだね私も経験してないので、私の一押しは稲穂焼きとハトシロールです。これはもうお墨付き、私が何回も食べたことがあるから本当におすすめだよって、おすすめですよってちゃんと自分の気持ちで言えるけど、久しぶりに帰ったら駅前えらい変わってた。そうです、駅前本当に違う、もう全然駅違うの、マジで変わっちゃったんですよ。なんか広場があったところとかがどんどん変わっちゃって、より広くなりました土地が。ロープウェイの乗り場が神社の中なので注意だそうです。まあありがたい、私も知らない情報ありがたい、ありがとう、お満喫してほしいです。あ、そう、新大村駅に行ったら長濱ねるさんのアナウンス流れてるから、あの長濱ねるさん好きな方は新大村駅も行ってください。行ってね、新大村駅のタクシー乗り場のとこで長濱ねるさんの声がスピーカーから流れてます。メルヘン村も検討してください。メルヘン村は絶対中里依紗さんの YouTube で予習してから、ウサギとか好きな方は言ってください、リスとか。よし、以上かな、以上ですかな、じゃあそろそろ配信終わろうかなって思います。うん、メルヘン村行ったよ、私も行きたい、メルヘン村。私も長崎帰りたくなった、年内無理やから、ちょっとリンガーハートでちゃんぽんいっぱい食べます。今日もコンビニちゃんぽんだったので、長崎帰りたくなったらリンガーハートに行きたいと思います。わー、リンガーハート。じゃあ皆さん、また来年私が長崎帰ったら稲佐山に行くように言ってください。パセリ、稲佐山ちゃんと行きなねって言って、毎回さ、あの帰って広島に戻ってきてから、あ、やばい、稲佐山行ってないってなるから言ってください、よろしくお願いします。うん、お願い、任せたよ。わあ、なんか斜めになっちゃった。ではではでは終わろうかしら、誕生読んで終わります。明日はちゃんとメイクして配信するね。明日次回だからしっかりメイクして配信するからよろしく、明日はいっぱいスクショ撮ってください。
よっそう、あ、そうです、よっそうね、ありがとうコメント。よっそうの茶碗蒸し有名です。私もまだ食べたことないから、誰かこれもリマインドしてください。私が来年帰省したらパセリ稲佐山に夜景を見に行くんだよと、よっそうに茶碗蒸し食べに行くんだよって言ってください。それ、あ、あと四海楼のちゃんぽんもです。四海楼のちゃんぽん行くんだよって言ってください私に。皆さんいいですか、この3つ、稲佐山、予想、四海楼って言ってくださいよろしくお願いします、よろしくね。よしに胸行きの胸で予想って読みます。予想、では壇上行きます。13位プルンさん、12位山猫坊主さん、11位ノブさん、10位新一さん、9位ゆうたくん、8位ミックさん、7位いっちゃん、6位阿部ひろしさん、5位まもるさん、4位さんいちさん、3位ひげめがねさん、2位陣来さん、1位なおとさん、ありがとうございます、ありがとうございました。ではまた明日チェキ会でお会いしましょう。またね。あ、お手紙書いた、ありがとう、届くの待ってるね、ありがとうございます。みんなファンレター待ってます、生誕祭のこととか待ってます、舞台の感想まだまだ待ってます。ちょっといっぱいいっぱい読みたい感想を。では皆様、今日も見てくれてありがとうございました。おやすみなさい、またねー。